私はサボれる。よっ、フッ、よろしく強化。ゆるい、畳みかけるぞ。やめろ。敵の動きが速すぎて捕捉が難しい。さっそく使うべきだろ。受け取って。やっ、はっ、俺がやる。今の攻撃は見事だったわね。敵さん、隠れて付き合ってくれたな。そっちがどうか、こっちも姿を消そうぜ。やられたわ。
で私はサボれるな。やっ、畳みかけるぞ。今の場所が弱点か。やっ、狙えるぞ。やったか。来い。もう油まみれで動きにくすぎだよ。
また変なところに出たな。まだまだ先は長そうだ。これほど広大な空間、一体どうやって作り出しているんでしょうか。一人の超能力者が展開できるブレインフィールドを遥かに超えた規模のように感じます。あ、何あれは。誘ってください。
へ。あ、ダメ、怪異がまだいる。こいつ一体だけじゃなかったのか。全てが少しはね、けど別の怪異で欲しい。受け取って。
受け取って。
ごめん、シネ。今度こそ倒せたみたいだな。カレンの記憶で見た怪異が出てくるって偶然なのか。長い間ブレインフィールドにいると、そのうちに感情や記憶が形となって現れ始める。この空間の主がカレンだとすれば頷けるね。先ほどのアリスをかばった時の記憶が長くここに留まりすぎるのは危険ってことか。ええ、急ぎましょう。まだこの先にも空間は繋がっているみたいだわ。
怪異は敵を助け、あなたは巻き込まれるよ。
集すれば破壊できそうだぞ。集中させるのがセオリーだ。地面の下で
こいつの様子を伺って、私たちも姿を消した方がいい。よし、協力してくれ。借りるよ、つぐみ。